に敷くマッサージ。あれなんか台湾ってさ、日本よりマッサージ店がめちゃくちゃ多いイメージがあるのね。なんか日本で台湾マッサージはわかるんだけど、台湾で日本マッサージ？そう、台湾でも日本マッサージ屋さんがある。気になる。ということで、今日の企画は台湾の錦マッサージを検証したいと思います。どうですか？私、足つぼマッサージするって聞いたんだけど、あれ？なんかいつもと違くない？いつもだったらソファーに座ってマッサージしてもらうんだけど、今日なんかすごい王様の気分。我们这边的话会帮他先做一个热敷脚的部分，促进他一个血液循环。足温めてます。いつもだったらお湯が入ったバケツに足を入れて5分ぐらい経ったら温かいタオルで拭いてもらうんだけど、ここはあれだね、温かいタオルで最初蒸すんだね足を。お、これは錦かな？錦、確かに。なんか日本でマッサージした時あんまり足湯使ってなかったかも。これはマッサージ椅子じゃない？本当だ。リクライニングできるんだね。緊張する。痛いですか？うん、ガンガン顔気持ちいい。このさ、なんかこのベッドが腰のあたりがすごいあったかくて寝たくなるな。超偉そうな。じゃあここは寝ながらマッサージしてもらう？それは幸せだね。確かに私台湾マッサージの時いつも叫んでるイメージある。就我们有刺激到脚底板的反射区就可以了，所以不一定说一定按到很痛。ちょうどいいところを狙ってくれてるね。気持ちいいと痛いの間って感じ。台湾だともう9割痛いもん。今日はなんか気持ちいい。那当我们将同样的力道去施压它的时候，它可能会感觉到，哎，某些地方是比较痛的。那代表它那些地方可能是平常比较疲劳的地方。那既有这样子，它可以去了解它的身体的一个目前的一个状况。哇，很专业。像我们大拇指的部分，其实大部分都是跟我们脑部的一个活动比较多。他如果觉得脚趾头上的那个颗粒感比较多的话，其实他可能就是比较多一些烦恼啊，或者是在思考某些事情比较多。じゃあ私今超健康かな？最近幸せ。ホストクラブが嬉しいからかな。確かにもうあれ最高だった。ハンズさん。楽しかったね。ハンズさんまた現れないかな。眼睛吗？眼睛可能使用过度。这边很痛哦。就是力道上是差不多，但是他会觉得特别的有感，那代表他可能那边就真的是比较疲劳。难道？さっきからずっと力同じだけど痛いところがあって、それが目。そう、最近私目本当に疲れてて。あ、メガネ。そう、ずっとメガネで一週間なんか先生に怒られてコンタクト使っちゃダメでしょって言われて一週間メガネ生活だったの。本当に関係あるんだ。ちょっと何が見すぎなの？お兄さんが。お兄さんも拡大してね。目も疲れるわそりゃ。像其实他应该肩膀应该也是蛮不舒服的。啊，そう。因为像你这边刚才按这边的时候，其实你应该有感觉到那么多颗粒的感觉。啊，对对对对对。最近超级不舒服的感觉。すごいね、足って何でも分かるね。恥ずかしいもん。大丈夫。大丈夫。逆に恥ずかしいもっと。这里的话，我们就会比较多一些经络的部分，就会比较像中医去针灸，我们的原理其实相同的，只是说他们是用针，然后我们是用徒手的方式。確かに今超詰まってる感じする。ほら、パンパン、パンパンやで。一般日本人来的话，按脚底按摩其实要再更轻一点。じゃあまだもう完全に台湾人ですね。右になった。なんかいつも右側の方が痛いんですけど、今日はなんか左の方がちょっと敏感だったかも。
像我这边在加强的话，是它的胃经的一个足三里的部分，但是它应该吃饭的一些习惯可能要做一个改变，比如说它如果会吃太快的话，因为刚才按脚底的时候有发现它的胃可能是比较疲劳一些的。哦，すごい，好厉害！这个仪器呢，等一下我们要把它叫做哇。なるほど、今からストレッチ？あ、ちょっと怖い、ボキボキみたい。每个人脊椎的幅度不同、如果受不了、会太伤、会太痛、都可以跟我说。好，大丈夫、大丈夫。好紧张呢。起来。哦。動いてる。哦，すごい。如果比较压迫的人，会有一些地方酸酸的。那如果我们现在受得了，两手可以来到上面。哦，すごい。让脊椎拉伸开。因为我们脊椎的结构是一节一节的嘛，那有时候弯腰驼背都叠在一起，所以这个动作把脊椎一节节都撑开的话，那再休息一下下。好，很新鲜的感觉。でも今ちょっと出産みたいな感じ。おすごい、めっちゃ良かったじゃない？え、これ私絶対無理。そういえばさ、ちょっとバルステイ。この間さずっとさ二人でマッサージで行ったじゃん。びっくりするぐらい叫んでてびっくりしたんだけど。撮影かなと思って。撮影とリアルは全然。差がないね。差がない。多分私これ超好きかも。家に欲しいな。やばい、木澤くんはまた変な効果をつけた。やばい。木澤くん、木澤くん、無理しないで。家に欲しいな。欲しいな。見てください。上からゆっくり。お、なんか丸。おお、すごい。わあ、原来先生。終わりました。気持ちよかった。足マッサージなのに全身をほぐしてくれますね。最高。腰是最不舒服，肩膀也会，脖子也会，全身黑掉掉。好哦，这张太好了，那我们就很太好了，太好了，放松。在按摩的过程，我按的是经络跟穴道。如果觉得太酸太痛，都可以跟我反映说轻一点，或说重一点。没问题。那我们先放松一下腰背的肌肉哦。哦，对。有你的背有紧绷了。すごい、もうなんか。你会发现我的手都会一直这样动哦，因为我在拨，在拨你的筋，但是这样你不会很痛，但是会酸痛。好，蛮放松整条肌肉的。这边是走脖子跟肩膀的要穴哦。一下提我几？那我们日式讲求的是柔，但是我们可以处理到酸痛的，不是疼痛。因为基本上我们有时候疲劳的时候，你会发现，休息都不会好，休息复原很有限，所以透过经络按摩，这时候会让你按到很多的酸痛点。你的潜意识跟你说，对，在那边终于压到了，这里都好酸哦，真的很酸。其实なんでさっきからハーハー言ってんの？呼吸、呼吸、呼吸したらリラックス、リラックス。卡车在这边吗？もう先生のポーズがすごいもん。这个很酸，对不对？而且有时候会麻麻。我们会发现身体的酸痛有分哦，等级一叫酸，等级二叫胀，等级三叫痛，等级四叫麻。麻其实代表说你在之前就早该按摩了。哦，なるほど。私はもう危険レベル。普通のマッサージでさ、あんまり手の部分がそんなにこだわりじゃないですよね。でもここはめちゃくちゃ手が経絡がいっぱいあるからほぐしてくれる。危険レベル。セクシー。おお。シャシャ。見てください。わあ。あ、好酸だ。主要就是像偏头痛啊、头昏啊、失眠哦，就是跟这里。なんか最近失眠してる。もう4時までに寝れない。確かにズズからライン来る時もいつも朝だもん。これから寝るねとか言って。这是走往到脑部还有肩膀的十字路口。嗯，哦，ここ十字が一人よ。十字路のところ。今日のマッサージでさ、痛いじゃなくて全部痛気持ちいい。つまり中国語の酸。ちょうどいいところを狙ってくれる。そう。
慢慢把这个腰的筋放松。次啊，可是ですね。可是悪い。那为什么要侧睡按摩？因为人是三 D 的，所以要从不同的角度来按摩。すごいね、なんか台湾式のマッサージならね、腰のマッサージはいつも角度は下。でも逆にこの店西木は横向きのマッサージ。もう本当に筋の当たりパーンで、うわすごい。はい、上半身のマッサージ終わりました。どうでした？本当に台湾式マッサージは全然違う。今日はマッサージしてくれるところ全部筋の道。しかもなんか全然痛い痛いじゃなくて、あ痛気持ちいい、スワンスワンド。だからストレッチ、さっき真ん中やってたの。おー、ツツの番です。なんか車みたいな感じちょっと痛いかも。万歳。終わりました。シェ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 、まあ、ストレージちょっと車酔い。あ、そうなんだ。これ海いるみたいな感じアトラクションみたいな感じ、ちょっと車酔い。でも気持ちよかった。すごい気持ちよかったね。そう、あと本当に日本と台湾の差があった。でも日本のマッサージ本当にこういうなの、私本当に分からない。私も日本でも痛いマッサージあるけど、台湾みたいにあんな痛いマッサージ体験したことなかった。今日ちょうど痛くないところと気持ちいいところの間のマッサージを久しぶりに体験した。私もこういう全部痛くないマッサージは初めてかも。あと最後のそういうストレッチもそうだし、あと日本の機械を使ってたりとかこだわりもあったね。今回は足つぼマッサージ40分ですね。10分のゴロゴロが含んでるから40分は500元。私あのクオリティでだったらすごい安いと思う。多分日本より安いですね、日式マッサージ。全然安い。ぜひ日本のマッサージの経験ぜひ教えてください。はい、じゃあというわけで今日の動画はおしまい。まあ次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。この動画が好きなら高評価をしてグッドボタンを押してください。それから私たちのツイッターもフォローしてお願いします。お願いします。それじゃあバイバイ。